じゃ、あの感じってめっちゃモテるよな。ちなみにうちのメンバーだともう銀太がぶっちぎりです。圧倒的です。マジゲイ界のナポレオン、うちの銀太めちゃくちゃモテ、いや俺そんなモテん、実はもう銀太もうありえんぐらいモテるよ。もうぶっちぎりで銀太、マジでもうぶっち、圧倒的に銀太ね。もうそう、いやでもまあ受けそうやない、なんとなくわからん。確かに銀太ってモテそうみたいな、わかる、なんかこう銀太って可愛さあるやん、わかる、なんかちょっとあんな感じで可愛さあって体も結構ガチってしとうけんさ、そう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 、多分モテるんやろね。友達のゲイが銀太好きでね、いやそうでしょ、いやわかるわかる、なんかそう、なんか男臭いけど可愛いみたいな、わかる、なんかそういうギャップありそうやない、なんか銀太って。え、マルが好きって言うと、ケイの、お、見たことない。マルとかワキとか俺とか社長って言ったの。え、マジで見たことない。もう、銀太。圧倒的に銀太なイメージあるけどな。わかんない。どうなんだろうね。あ、マルとかも普通にもう、女の子モテするイメージあるけど、シンプルに。あ、そうそう、カマニーも銀太がやっぱ好きっつっとったしね。そうそうそう。いや、やっぱ結局そうなんよ。そうそうそう。かまたくさんからは、銀ちゃんの次に吠えた。あ、そうなんや。次、時点で俺やったんや。あ、そうなんや。俺、しかもかまちゃんにめっちゃ思わせぶりな態度するの好きっちゃん。いつかマジで行かれると思うわ。その時はすれ立てるね。2ちゃんで。